ね、このマビックね、大人気のマビックのプロペラに新しいローノイズクイックリリースプロペラっていうのが出たので、この音をですねどれだけ違うかというのを試してみたいと思います。はい、おなじみのマビックなんですけども、実はですねこれまた新品を買ったんですね。なぜかというと9月の上旬に仕事でラスベガスに行ったんですけども、その時に車上荒らしに遭った時のバッグの中にホテルのルームキーがあり、ルームキーを持ってかれたので、そのままですねホテルの部屋の中にあるもの全部根こそぎ持ってかれ、その中にマビックちゃんがあったんですけども、それも盗まれてしまったんですね。残念ながらまた新しいマビックを買ったということで、すごい嬉しいような嬉しくないような感じなんですけども、まあそういうことでですね、これからですね普通のプロペラをまずつけた音だけを反応を見てみたいと思います。はい、それではノーマルモードからプロペラをつけていきたいと思います。この黒いところと黒いところを合わせるって感じですね。